キュア惑されス二世はメディア王国の王。先代の王フラオルテスの息子。アッシリア帝国を滅ぼし、スキタイ人による支配からメディアを解放した。紀元前600年頃のオリエント世界。黄色がメディア領。先代の王で父であるフラオルテスはアッシリア帝国との戦いで多くの兵士と共に廃止した。また、アッシリアと同盟していたスキタイ人は、 メディア王国に君臨した。こうした困難な状況の中で、キュアクサレスはメディア王になった。古代ギリシアの歴史家ヘロドトスによると、キュアクサレスは、スキタイ支配下でメディアの支配を安定させ、また根本的な軍政改革を行い、不評体、旧兵隊を分け、スキタイの機動的な騎馬戦術を採用した。さらにこの時代のメディアの異物が示すように、 スキタイの美術要素も取り入れたと思われる。キュアクサレスは、オルミー・イエコ地方まで支配を拡大し、スキタイ人の警戒心を呼び起こした。決戦で、キュアクサレスは、スキタイ軍を撃破し、スキタイの勢力を、マンナエ地方まで後退させた。紀元前614年、キュアクサレスは、父の意志を継ぎ、アッシリア討伐に乗り出した。プラオルテスとは異なり、キュアクサレスは、 直接、アッシリアノとニネベに向かわず、7月12日にディアーラー、川沿いのアッシリアの地方拠点としたルビシュを攻略し、そこから大攻勢に出るつもりであった。オリオクシン・バビロニアを建国したナボポラッサルが、南方でアッシリアに対する攻勢に出ており、アッシリアの派遣は、揺らいでいた。キュアクサレスは、ニネベを攻略しようとしたが果たせず、アッシリアには、 スキタイの援軍が到着した。メディア軍は、ニネベを諦めてアッシュールに矛先を転じて、これを攻略、略奪し、ついでキュアクサレスは、ナボポラッサルとの会見に臨んだ。メディアとバビロニアは、同盟を締結し、キュアクサレスの娘アミティスと、ナボポラッサルの皇太子ネブカドネザル2世の結婚式が行われた。キュアクサレスは、スキタイ人に立ち向かって、これを破った。 ついでメディア軍とバビロニア軍は再度合流し、紀元前612年5月30日、ニネベ攻撃が開始され、7月28日に、陥落した。ナボポラッサルによれば、ニネベは、完全に破壊され短時間のうちに廃墟になったという。9月7日、メディア軍は外戦した。アッシリア王神シ,シャルイシ君は、ニネベ陥落の際に殺害された。 紀元前610年には、エジプトの支援を受けた、アッシュール・ウバリト2世がこもる、ハラーンを攻略し、アッシリア帝国を完全に滅亡させた。紀元前590年には、ウラルトゥのこと、トゥシュパを攻略し、ウラルト王国は滅亡。メディアは、メソポタミア以北の山岳地帯の支配を固めた。当時アナトリア半島では、リディア王国が交流し、交易によるその富は、 オリエントに鳴り響いていた。キュアクサレスは、西方に遠征し、リディアと衝突した。戦いは5年に及んだが、決着はつかなかった。ヘロドトスによれば、この戦争の発端は、リディア王アリュアッテスが、スキタイ人をかくまいキュアクサレスの引き渡し要求を拒絶したことによるのだと、いう。紀元前585年5月28日、ハリス川で両軍が交戦中、 ミレトスの人タレスが予言した日食が発生して、突然夜になり、両軍は戦をやめた。後に、バビロニア王となるナボニドスの仲介で、両国は講和し、ハリュス側を両国の国境とすること、キュアクサレスの息子アスティュアゲストアリュアテスの娘、アリュエミスとの婚姻が定められた。ヘロドトスは、ニネベ攻略とハリュス側の戦いの後に記述しているが、 実際は逆の順番で起きている。おそらく、ニネベ攻略と、西方遠征は、同時並行で進められていたことを反映したものである。ハリス側の戦いは、日食の計算により日付まで特定できるため、ニネベ攻略よりずっと後のことであったのは明らかである。キュアクサレスは、紀元前584年に死去した。ヘロドトスによれば、その在位期間は40年であったという。 息子のアスティュアゲスが継いだ。アクバー・ザ・デイ、D、A やハヤ・ニザド、ザベヒスタ・ニンスクリプションス、コニー・パー・ヒーク・タガン、E ・アンナー・ヘソナチ、PP、87、ISBN 96484990558ドケント、ロナルド・グラブ、オールド・ペルシアン、グラマー、テキスト、グロッサリ、トラレイティド・イントゥ・ペルシアンバイ・エス・オーリャン、p P、 406ISBN 964から421から 045X。ありがとうございます。